割と、皆さん、ルーターっていうもの分かりますかルーター、あー、ルーター、ここにはないか。あのー、まちょっとルーターのこと一回置いといて、最近の若い人が一人暮らしするときにテレビを買わないっていう話をこの間聞いたんですよね。ああ、そういう私もテレビ持ってませんとか言われたりしたんだけど、そうすると、まあスマホで、 テレビも大体見られるし、あるいはそのテレビを配信しているサービスとかにアクセスすれば見れちゃうんで、テレビはいらないかなっていう気もするんですけれど、じゃあ今度は家で仕事をしたりするためにパソコンとかね、あるいはネットワーク環境とかね、必要になるんじゃないかと思うけれど、それもない人がいるらしいんだ。つまり、スマホの、えっ、ー、と、ネット 回線にもなるやつを使ってデザリングとか、ね、言いますけれど、それを使って、まあ、スマホでインターネットに接続して、今度そのスマホとパソコンをつないで、パソコンがスマホ経由でインターネットにつながるみたいなね。こういうのをやっていて、家にインターネット回線を引いてませんと。まあ、つまり固定ではないみたいなこととかにもありますけれども、まあ、そういう人もいると。で、我が家はですね、多分、 まあそもそもこの家の中に何人住んでるかって言ってないですし、今日も言わないですけれども、その、まあ、うん、ど、どうやればいいかな。まあ言うて、言うて、どのぐらいにしようかな。言うて7人はいないわけですよ。まあ7、7以下ね。7を含めて7以下だとしましょう。4人以上7人以下なんですけれども、4人以上7人以下っていう人数の時に、 どれぐらいのインネット環境というかさ、どれぐらいそのネットワーク関連機器が我が家にあると思いますこれね、多分普通の家よりも多いんですよ。例えば、我が家にプリンターが何台あるか、ネットワークにつながってるプリンターが何台あるかっていうと、まずね、4台あるんです。あ、よえー、3台か。3台あるんですよ。その段階で、はぁって感じだと思うんですけど、一、まあ、つはね、あの業まあ、完全に業務用のこの A 3の両面が何百枚で出せる。結構、 でかいやつがいたりとかね、あるいはマスキャンがいたりとかね、しますけれども、そうすると、そのネットワーク機器同士を結ぶための、あの、LAN ケーブルって言いますけど、ケーブルとかも膨大な量があるんですよ。で、あの、測ったことないけれど、多分100メートル以上あるんですよ、トータルで。で、家中無線を拾えるようになってるんですよ。その無線のこの、 無線機器みたいなものがアクセスポイントって言ったりしますけどそれがまあここにもあるし隣の住人の部屋にもあるしこの上にあるリビングとかにもあるしそのサランが上にあるとことににもあるわけですよ。でそういう LAN ケーブル LAN ケーブルを結ぶための中継する機器としてルーターってのがあるんですけどもこのルーターってまあある種の電化製品なんで壊れるは壊れるんですよ。 で、壊れたらどうなるかっていうと、そのルーターを経由しているネットワークは全部使えなくなるわけですよ。そうすると、例えば、このパソコンから印刷しようとしても、ルーターがダメになっちゃってると、印刷のこのデータが流れていかなくなるから、印刷できなくなるじゃない。で、これは仕事的には大変なことになるわけですよ。なので、うちルーターの予備があるんですよ。その、ルーターが壊れたときにすぐに交換できるようにして、まあ、僕が考える、 我が家に一番向いているルーターはこのメーカーのこれやろっていうのがあるんですよ。で、当然そのルーターを変えるってことは、ルーターが壊れることがあるってこと、ルーターが壊れる、んルーターも壊れるってことは、ケーブルが断線することもあるわけですよ。だから LAN ケーブルの在庫も持ってるんですよ。LAN ケーブルも、あ、ないかな、この辺には。LAN ケーブルも、例えば1メートルとか2メートルとかそういう在庫、何本持ってるんですけど、あるとき、 ランケどう考えてもランケーブルが断線してるっていう結論に至ったのね。つまり、通信ができない時に何に問題があるかっていう、問題の切り分けをしていくんですよ。だからそのケーブルを違うケーブルに差し替えたらうまくいった。だからケーブルが断線していた。ラ、えっ、ー、と、ルーターを交換したら、 通信がが正常にに、戻っった。ただからルータータ壊れていたっていいう,ふうに何に問題があるかっていうのをこう切り分けていくっていうのはすごい大事な初動なんですけれどもそうするとまあケーブルやなって思う時もあるんだけどある時ケーブルに問題があるだろうっていうことが分かったんだけど交換するケーブルがもうそれしかないって時あったのでそれしかないっていうケーブルが20メートルケーブルだったのでそのさあのこれご覧になってる方の中で 会社とかっていう職場じゃなくて自宅に20メートルのランケーブル持ってる人どんぐらいいます多分、ほぼゼロに近いんじゃないですかね。だかこれなんか、あの、ちょっと、なんか、自分でもさ、こう、いや、そんなやつおらんやろと思って SNS に変えたらすごい勢いでツッコミ返ってきましたよね。こう、業者かみたいな感じのツッコミとかバンバン返ってきましたけれども。でも我が家の中にも20メートルケーブルってね、そうね、 1,2,3,4,5,6本使われてるんですよ。だから、その、我が家的に20メートルケーブルの交換を持っておくってのはすごい大事なことで、持ってるんですよ。で、今日話したかったのはルーターとかケーブルではなくて、まあ何か壊れることってありますと。で、その何か壊れるタイミングが重なることありますよね。その家電が壊れていく都市とか。 冷蔵庫を壊れました。洗濯機壊れました。電子レンジ壊れました。みたいなね。我が家の場合には昨年、去年、2023年に電子レンジと洗濯機を両方交換したんじゃなかったかななんかしたんですけれどもで。そうするとさ、こう、なんか、ダメージを食らってるところに、その、う,うちどっちが先だったかな 洗濯機やったかな洗濯機壊れて、洗濯機が二十何万かなんかして、うわ、なんか痛いわ、みたいな、その、我が家の中でその支出を計算してるわけですよ。その支出計画があるわけですよ。その、その、大学みたいなその予算計画があるわけですよ。大学みたいになっちゃいけないか。予算計画あるわけですよ。で、その、この時期には、例えば、我が家の学生の皆さんの学費を払わないといけないからね、いけないとかね。あるいは、この時期には、 えー、保険の支払いがあるとかさそれこそ固定資産税の支払いがあるとかさ何んやかあるわけよ自動車税とかそういう計画があるのにそこに急に二十何万円の支出とかバーン来ると痛みしかないわけよでこうダメージがでかいわけよそのうわこんな想定外の支出来たみたいになっているところにもう一発電子レンジバーンかなんか来るともうダメージが深くなるじゃない でも逆のこともあるよねっていう話なんですよ。それはどういうことかっていうと今3月末までにまあ僕の中で2月末っていう目標設定しますけど2月末までに書かないといけない原稿をが、まあ、4本あるんですよ。4本のうちの1本は前のだ前お昔の雑談動画で言った折り込み済みってやつでこれはねもうすぐ終わりました。で残り3本なんですけどこれもね結構。 大きな量なな量んんですよなんだけども一つの原稿を書いていく中であこっちではこういうことができるなみたいにして、ね、こうなんかね相乗効果みたいのがあったりして仕事をたくさん抱えてると本来であればいろんな意味でつらいところもあるんだけどなんかねすごい今ね相乗効果でそれぞれの原稿に対してすごくいいよいい影響が出てる気がしますねだからちょっと 今日はこの1本もう1本かな喋って終わりにしますけれどこの頭がその相乗効果のモードのであるうちにね書こうと思うんですけれどもなんかそういうこともあるかなっていう気はちょっとしましたねほんじゃまた